なんとなくね、こうビッグサンダーマウンテンっぽくなってきたね。はい、5時54分ですね。はい、ここは尾瀬戸倉の駐車場です。今日は一応私物を登る目的でですね、ここから鳩町峠に向かっていきたいと思います。人いないねこれ。はい、じゃあですね、6時40分ですね。これ渋津山、まあ、この林の向こうにありますけど、渋津山に向けて出発していきたいと思います。ああ、ずっとこれが続けばいいんだけど。やっと木道が出てきたけど、ああ照ってきた。照ってくんのはいいんだけど、暑くなっちゃうかんな。おお、開けた。はい、あと 2.5 キロだって。この木道がずっと続いてればいいんだけどね。あ、私物。いやいいね。
あ、こう湧き水だ。でも飲み水に適しておりませんだってね、もったいないね。はい、至仏山の山頂まで 1.6 キロ、ここは小山沢、標高 1980m です。はい、いいペースですね。おお、開けたよ。ね、これ湿原みたいになってるな。おお、日内ヶ岳が。ね。ここはもうね、ハイマツが出てきちゃってるから、ちょうど樹林帯との境目ですね。あ、池塘があるよ。おお、ちょっと草もみじっぽくなってる。素晴らしいんじゃないここ。笠ヶ岳の分岐ですね。ずっとね、傘が見えてるから、どっから分岐するかと思ってたんだけど。はい、こっち行くとね、あと30分ぐらいで、古志仏かな。で、古志仏から、多分4、50分で、至仏山だと思います。はいはいはい、目の前見えてますね。いやー、すごく気持ちいい、ここは。いつもね、山登りっていうと火打ちばっかなんだよね。こっちね、よく来るんだけど、いつも山の花から尾瀬ヶ原を歩いちゃうんだよね。機会は何回もあったんだけど、こっちから登るの初めてなんで、非常に今日はね、ワクワクしてます。また天気もね、太陽が直接来るともうまだまだ暑い時期なんで、金曇りぐらいになってるのがちょうどいいかもしれない。風も気持ちいいし。じゃあ、尾瀬ヶ原から至仏じゃない、日内。なんかそこ分けありな感じで分岐してるよね、これ。これドラクエだとなんかあんだよ、ここ。うん、なんか出るんだよ、ここ。勇者のお墓とかなんとかつってお、あ、とにかく見晴らしがいいってこと。いや、ここは見晴らしいね。ね、尾瀬ヶ原、日内ヶ岳。ちょうどあそこら辺が山の花だね。うん。見晴らしの方までよく映ってるわ。戻りましょう。
星仏への登りです。なんとなくね、こうビッグサンダーマウンテンっぽくなってきたね。滑りますね。よいしょ。はい、こっちが腰物です。偽ピークの連続でね、どれがピークか特定できないんだけど、カウママとね、ビッグサンダーマウンテンを登ってますね。ルートはこっちですね。はい、山頂っぽくなってきたね。はい、腰仏の山頂です。はい、あっちが至仏さん。こっからね、稜線伝って至仏さんに行きます。いいですよね、本当にこういう稜線だったら。はい、こっからね、至仏さんまで稜線歩きですね。稜線歩きだからね、天候が悪化すると最悪なんだけど、なんとか持ってほしいなと、ね、思います。うわー、いい稜線だね、ここは。ただね、岩が滑るね。ほんと滑る。よく滑るね、ここは。
はい、カブトさん。そうです。すみません。どうも。見てます。どうもありがとうございます。大勢多いですよね。はい。大勢好きですよね。大勢は大好きですね。3回に1回大勢ですね。大勢マニア。この間もそこでキャンプやってました。はい、ありがとうございます。おお、あそこが山頂だね。すいません、はい、だいぶね声がしてきましたね。おお、じゃあ、じゃあ、全然違うな。いや、痛い痛い痛い、すいません。じゃあ、おお、着いた。はい。はい、9時47分。志別さんです。飯はまだ早いですよ。マイク前だと。いやー、混んできた。ちょっと小瀬ヶ原の方見よう。この下はね、もちろん小瀬ヶ原ですね。ヒュッチ、すごいな。じゃあこれいただきます。ほら、皆さんみんないい顔を撮る。いい顔してる。いい顔してる。どこ押すの？この一番下？手打つ。すごい人。ドーナツ、うん、はい、10時6分、はい、雨降ってきたんで、降りたいと思います。これね、蛇紋岩はね、濡れると怖いんだよね。鳩町峠ですね。あそこまで降りるんだよ。気が遠くなるけど。はい。志別さんはね、体調はあまり万全じゃなかったんだけど、コースタイムよりもだいぶ早く着いたみたいですね。本当はね、山頂でゆっくりしたかったんだけど、雨がバラ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 来ちゃったんで、まあ今止んでますけどね、早めに降りてきました。これじゃあ、これだね、タクラの駐車場まで12時ちょっとぐらいに戻れるね。この後日光を通ってですね、また宇都宮に帰りたいと思います。それではまた。
はい、動画ご視聴いただきありがとうございました。うわ、いい匂い。